皆さんこんにちは、きこです。本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございます。本編に入る前に一つお知らせなんですけども、現在私のオンラインサロンプラネットは、毎月月額999円で毎週1時間のライブをしております。ライブを通してですね、皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えさせていただいて、ちょっとね、YouTube ではなかなかそこまで話せないっていうような裏話なんかもサロンライブではしておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。では貯金ってどのくらいしてたらいいのですか？貯金の額って別にこう、なんていうか、いくらがいいっていうのが実は決まってなくて、人それぞれなんですよ。で、私の場合は貯金間だったので一回ゼロにする体験が必要だったんですね。しかも今思うと、わ、今思い出した、あのね私貯金ゼロになりたいって思ってたんですよ。一瞬願っちゃったの、それが。もう望みのノートとかには書かないですよ、貯金ゼロになるとか書いてたわけじゃないけど、今思うと望んでたなって思うんですね。なんでって思うじゃないですか。なんで貯金ゼロになりたいのって思うじゃないですか。で、それが私、その貯金魔だったのか、なんで貯金魔なのかっていうのを掘り下げてみたんですよ。で、そしたら、お金の不安が強くて、お金を使うことは悪だっていう価値観だとか、まあこれ刷り込まれたんだけど、お金を使うことは良くないことだとか、あとその、お金を貯めてたりとか、お金をなんかこう、なんていうかな、貯めておく、使わない、節約するっていうことが、やっぱ昔から小さい頃から親に褒められたりしてたのもあって、まあそれは素晴らしいことなんだけど、お金をバーって使っちゃうのはバカみたいなことみたいな、そういう感覚があったんですよ。後先考えてない人がやることみたいな。お金を貯めることが素晴らしいことだと思ってたんですけど、私お金がなかったら何かあった時どうするのみたいな恐怖もあったんですね。で、心のこととかスピリチュアルのこととかいろいろ勉強して気づいたんですけど、お金のブロックがない人っていうのは実はもともとお金ない、要はそのちょっと貧しいお家にこう生まれた方とかのが、実はこうお金のブロックがあんまりないことに気づいたんですね。それはなんでかっていうと、もともとないから、なくなっちゃったらどうしようって思いようがないんですよ。だから、まあ別にないならないでなんとかなるよみたいな感じなんですよ。例えば電気止められたりとか、水道止められても、意外に大丈夫だよ、ははみたいな人が結構周りにいて、まあ、すごいな。だから実体験からもうお金なくても生きていけるっていうことを知ってるから、この人たちお金がなくなることに不安がないんだなって。だからすごく気持ちよくお金を使ってる方が多かったので、あ、私はなんか中途半端にこうなんかお金を貯めたりとか、そんなにお金ですごいこう電気が止まるとかガスが止まるまでは経験してなかったので、あ、だからこのブロック手放せないんだって思ったんですね。で、その時にうっすら、あ、じゃあもう使い切ってお金ゼロ体験してみたらこのブロック取れるかなって思ったんですね。それが叶った結果、詐欺にあって、本当に一文なしになるっていう現実を引き寄せたんですよ。そう。だから、そこだけ見るとすごい嫌な事件だったけど、まあ望んだことだなって感じですね。あ、そうそうそう。これ本当おっしゃる通り、逆によく散財する人は貯金が万事になるんですかね。そうなんです。そうなんです。これね、何冊目に書いたかな？一冊目だったかな？散財しちゃう人は散財しなきゃいけないってなってる人もいるので、これブロックがある人はですよ。散財をしないといけないブロックがある人は、貯金をする万事をするんです。うん。どんな詐欺だったんですか？あのね、ちょっとね、話すと長くなるんですけど、一言で言うと探偵詐欺。探偵になりませんか？っていう謎の詐欺。これはね、5万人記念のライブ配信で話してるので、結構具体的によかったら見てください。そう。そんなに引っかかる人いるのってよく言われます。探偵になってみたかったんですよね、私。そうなんです。散財しないといけないっていうのも新しいです。そう。これは散財癖がある人にいろいろカウンセリングさせてもらったりとか、こうデータを取って分かったことなんですけど、散財しなきゃいけないって思ってる人は、実は昔お金持ちだったのに、親が誰かの借金の保証人とかになってて、一気に一日にしてなんか貧乏に転落した人とかは、あるうちに使っとかなきゃとか、あとちっちゃいことで言うと、なんかお年玉がもらって嬉しいなって思ってるのに、すぐ親に没収されて、で、結局親が使ってたとか、だからやっぱあるうちに急いで使わなきゃみたいな価値観がある人っていうのは、逆に散財をしなきゃいけないブロックがあったりするんですよ。そういう人は、大丈夫だから、なくならないから貯金してみてっていう万事になるんですね。
そう、本にも書いてある。そうなん、そうなんです。老後2000万円入るから国の勧める投資しておくべき。そうね、老後、あ、いるからね。老後2000万円いるからね。そうね、投資とか、あとその、なんていうの？そう、もうさ、定年退職とかっていう価値観も変わってくるし、良くも悪くも。定年まで働いて、あとは年金で暮らしましょうっていうスタイルもなくなってくるし、これからは。だし、定年まで置いといてもらえても限らないっていう、もうそもそも老後っていう考え方があんまなくなってくるんですよね。だから、ずーっとやりたいことを仕事にするか、老後であろうがやりたいことを仕事にするとか、自分がいかに楽をして効率よくお金を稼ぐか、入ってくる仕組みを作るのかとか、まあその投資もそのうちの一つだけど、そういうことを考えていくっていうのも大事ですよね。うん、だってもう年金もらえるの？みたいな話じゃないですか。ね。そうなんです。あ、貯金側の方もね、いらっしゃいますね。なるほど、貯金してみようって。そう、貯金してみてください。バンジー楽しいんですね。そう、バンジーはとっても楽しい。本当に。怖いけど同時に、どんなことが起こっちゃうんだろうって。絶対ミラクル起こるんですよ。信じられないようなことがいっぱい起こってきたから、ファーストバンジーが一番怖い。本当にミラクル起こるのかなとか思いながらするのが一番怖いけど。で、結局、初期私も失敗したし、いっぱい。まあ失敗してもいいんだけど、でも詐欺に遭っちゃったりとか、お金なくなっちゃったりもしたけど、結果、やっぱりミラクルが起こるんですよね。うん。だからその詐欺に遭った時すら、すごいミラクルいっぱい起こってたんです、同時に。一方で、お金なくなって詐欺に遭うっていうことをやりつつも、こっちですごいミラクルが起こって、でみたいな。だからなんかすごい自転車操業じゃないけどすごい循環がバーって起こるんですよ。循環が起こりすぎて常にプラマイゼロみたいな時期があるんですけど、だんだん失敗しなくなってくるんで、飛ぶべきバンジーとか従うべきワクワクが分かってきて、どんどんプラスの方に行くんですよね。そうするとなんかいいこと引き寄せまくりみたいな、もうミラクル起こりまくりっていういい循環に入っていくんですけど、一回ね、転換期だけはそういう時期がある。プラスも起こるしマイナスも起こるしみたいな、そう、そういう時期もありますね。仕事でいつも大変な業務を抱えてしまうのは自分が望んでるんですかね。そうだと思います。なんだかんだで大変な仕事してる時のがなんかやりがいを感じるとか、必要とされてる感じがするとか、なんかあるんじゃないかなと思いますね。親がお金の管理がひどくてとても嫌な思いをしてきました。振り下げてみてそれがとてもブロックになっていたことが分かりました。はあ、なるほどね。それ親の価値観はやっぱきますよね、結構ね。掘り下げをして気づくって大事。散財、私の散財癖はお金使わないと楽しくない、満足できないって思い込みだったかも。ああ、私が辛かったのはお金がないせいだと思ってたのかも。お金がないせいで楽しくないって思ってると、お金があってもどうせ楽しくないんです。そう、お金を使わなくても楽しめる方法を得るっていうことがすごい大事だし、お金がなくても楽しい人生だったり、お金がなくてもやりたいことを実現するとか、これいつも言ってるんですけど、お金がかかるから、お金がないからできないってよく言うじゃないですか。けど、そうじゃなくて、お金がなくてもできる方法を何としてでも探す、実現させるとか、アイデアを出すとか、人に助けてもらうとか、そういう実現させる方にフォーカスをして、お金がないことよりも、お金がないからできないじゃなくて、このできてないことをどうやってお金がない状態でできるようにしたらいいんだろうっていうふうに考えていくと、結構引き寄せられますね。あ、何回もありがとうございます。私も結構盗まれました。犯人してますけど、証拠ないので。どういうお知らせだったんでしょうね。なんか意味があるでしょうね。バンジーとブロック解除って違いますよね。ブロック解除の方法の一つがバンジーです。うん、すごくいいご質問。いっぱいあるんですよ、ブロック解除の方法。だから、この本にも、そのバンジーを飛ぶ以外のブロック解除の方法、いっぱい書いてあります。でも、バンジーが一番力が強いっていうか、一番強烈なので、バンジーをいっぱい書いてあるんですね。でもバンジー以外のブロック外しの仕方も書いてあります。例えばね、どういうバンジーがあるかというと読み上げていきますね。お金のブロック、今言ったでしょ。年齢のブロック、恋愛結婚のブロック、パートナーとのブロック、コンプレックスのブロック、失敗体験のブロック、親子のブロック、執着のブロック、自己犠牲のブロック、先入観のブロック、トラウマ体験のブロック、禁欲のブロック、こんな感じです。で、それぞれのブロックってこういうのがあるよって。で、そのブロックって言っても、例えばお金のブロックって言っても、さっき言ったように一つじゃないから、バンジーも、その、使うバンジーと貯金するバンジーがあるわけですよね。そういうふうに、このブロックに対して、このパターンの人はこれ、このパターンの人はこれっていうのが全部書いてあるんですよ。バンジーが、そうなんです。バンジーが一番効果が分かりやすいんですね。そうなんです。バンジーが一番早いね。
早い。でもバンジーって怖すぎてできない時もあるから、違う方法でやってもいいんですよ。う